演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ネスレのネスカフェドルチェグスト、また4種類買ってきましたので、こちらを飲み比べたいと思います。今回買ってきたのはスタバコロンビア、カフェオレ、ローストブレンド、レギュラーブレンドですね。これカフェインですのは前に飲んだことあるんですけど、なぜかこっち飲んだことなかったんですよね。なんでなんだろう、レギュラーなのに。というわけでまずはこれから飲んでいきたいと思います。色はこんな感じですね。これあれ飲んだことあったっけ。いや、なかったな、記録にはそんな感じ。ではまずは入れていきましょう。はい、入れ終わりました。それでは飲んでみたいと思います。では一番基準となるこれ、なんで今まで飲んでなかったんだろう。やっぱり可もなく不可もなくといった味でいいですね。次はこちらローストブレンドを飲んでみたいと思います。こちらもなんか飲んだことなかったですね。なんでなんだろうな、なんか飲んだと思ったやつに限って飲んでなかったですね。不思議ですね。では飲んでみたいと思います。ローストというだけあって少し香ばしいですね。こっちの方がより大人向けといった印象ですね。はい、次はこちらスターバックスコロンビア。前に普通のネスレドルチェゴストのコロンビア飲んだことあるんですけど、これもそれと同様かなり少ない分量がおすすめになってるんですね。それだけ香りを楽しむでございますでしょうか。これ謎なんですね、本当にそれに美味しさが高めにそういうレベルの歌、まあ飲んでみれば分かりますよね。では飲んでみます。通常版のコロンビアといい、やはりコロンビアは少量で香りを楽しむものなのでしょうか。いっぱい飲みたい人には向かないな。はい、ラストはこちらカフェオーレ。他と比べるとやっぱりカフェオーレのミルクが入っているでしょうか。ちょっと白っぽいですね。では初めからミルクが入っているとどういう風になるのかな。飲んでみます。あれ、カフェオーレって前も紹介したかな。まあいっか、まろやかな味わいがいいですね。万人向け？最初に飲んだレギュラーブレンドは先日飲んだカフェインですと味はほぼ変わらないですね。なのであくまでカフェインの好みや時間帯によって比べるのがベストだと言えるでしょう。コーヒーらしいシンプルな味わいで美味しくいただけましたが、やっぱりシンプルなのでもうちょっと変化が欲しいっていう方には物足りないかもしれませんね。というわけでこちらはこちらの点数とさせていただきます。そして続きましてはこちらのローストブレンド。いや、ローストというだけあってやっぱりちょっと香ばしさを感じましたね。香ばしくて口の中に大人な苦味が広がっていきます。甘いケーキなんかによく合いそうですね。レギュラーよりはこちらの方が自分は好みでしたので、これはこちらの点数とさせていただきます。続きましてこちらのコロンビア、これも普通のコロンビアと同じく少量なんです。香りを楽しむ、味を楽しむためのコーヒーといった印象でした。なので少量でコーヒーを楽しみたいという方にはおすすめですね。反対にいっぱい満足するまで飲みたいなという方には物足りないかもしれません。そのあたりは好みが分かれると思いますので、自分はこちらの点数とさせていただきます。最後に飲んだカフェオレ、やっぱりカフェオレでミルクが入っているのでちょっとまろやかな味わいでしたね。でも甘さは全然なくて、いわゆるパックとかに入っているカフェオレとは全く違う印象でした。甘いのは苦手だけどカフェオレが飲みたいという方にはおすすめできますね。もちろん普通に自分にコーヒーに牛乳足してもいいような気もしますが、初めからバランスがよく配合されているということで、こちらの方がお手軽なのは本当に嬉しいです。そこも含めるとこちらの点数とさせていただきます。というわけで今回もネスレドルチェグストのコーヒー美味しくいただきました。こういうのを半身に合わせていくと本当に幸せな気持ちになれると思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞閉演。